フレデリック・ウマル・カヌーテは、フランスサントイ・コール・フォワイ・コール・レリオン出身の元サッカー選手。マリ代表であった。現役時代のポジションは FW。2007年にアフリカ以外で生まれた選手で初めて、アフリカ年間最優秀選手賞を受賞した。カヌーテは、オリンピック・リヨンでキャリアを始め、2000年にウエストハム・ユナイテッド FC へ移り、同じロンドンを拠点とするライバルの、 トッテナムホットスパーに在籍した。その後、スペインに渡りセビージャ FC に加入すると2006年、2007年の UEFA カップをはじめ、欧州と国内の舞台でいくつものタイトルを獲得し、さらにクラブの外国人最多得点記録を更新した。代表では U-21 フランス代表に出場していたにも、かかわらず、その後マリ代表として2004年、2006年、 2010年のアフリカネーションズカップに参加した。フランス人の母とマリ人の父の下で、サントイコールフォワイコールレリオンに生まれたカヌーテは、地元のオリンピックリオンの下部組織で育ち、1997年にインタートトカップで、ポーランドのオドラウオジスワフ戦で、トップチームデビューし、同年8月2日の FC メス戦で、リーグデビュー RC、RC ストラスブール戦で、 初得点を挙げたが、同リーグで3度得点王のタイトルを獲得した FW ソニー・アンデルソンや経験豊かな FW アラン・カベリアなどが在籍していたため出場機会は少なかった。2000年3月にイングランドプレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド FC にレンタル移籍し、デビュー戦では決勝点を決めた。その活躍がハリー・レドナップ監督に認められ同年夏に、 完全移籍すると、イタリア人 FW パオロディカーニオとコンビを組み、2000から01シーズンと2001から02シーズンは連続して11得点を挙げるなど、3シーズンでリーグ戦84試合に出場して29得点を挙げた。クラブは2002から03シーズンの不振により2部に降格したが、その活躍からアストンビラ FC などが獲得に関心を示した。 金打てのスピードと得点感覚が、トッテナムホットスパー FC のグレンホドル監督の関心を引き、2003年夏に移籍金350万ポンドで移籍した。デビュー戦のエバートン FC 戦ではアクロバティックなボレーシュートを決めるなど才能を見せるも、コンビを組むロビーキーンやジャーメインデフォーなどの存在から、チームトップの得点を上げることはできずにいたが、 2004から05シーズンには UEFA カップ出場権を獲得した。2005年1月にミドが加入したために居場所がなくなり、移籍を決意した。セビージャでプレーするカヌーテ2005年8月17日、レアルマドリードへ去ったジュリオバチスタの後釜として、移籍金650万ユーロでリーガーエスパニョーラのセビージャ FC に移籍した。 8月28日のラシン・サンタンデール戦でデビューし、2005から06シーズンは、リーグ戦で、フォワードサイタの32試合に出場した。同シーズンの UEFA カップ2005から06では、チーム最多の6得点という活躍を見せ、決勝のミドルスブライフ戦では、足の負傷から、ベンチスタートだったが89分に、ダメ押しとなる4点目を決めて、優勝に貢献した。 2006年夏のスーペルコパデ・エスパーニャでは FC バルセロナ相手に得点を奪って3から0でのタイトル獲得に貢献した。2006から07シーズンは持病の遅骨炎に苦しめられたがリーグ戦では得点を争いに参加し最終的には21得点を挙げてチームのリーグ3位に貢献した。コパデルレイでは決勝でヘタフェ c F と対戦したが 自身の得点により1から0で勝利して優勝を決め UEFA カップ2006から07では準々決勝の古巣トッテナム戦でホームのサンチェスピスファンアウェイのホワイトハートレーンと1得点ずつ上げ2試合合合計4から3で準決勝進出に貢献。決勝戦では前年度同様に得点を上げて2連覇に貢献。またこの2連覇はレアルマドリード以来の快挙だった。 クラブや代表での活躍が認められ、チェルシー FC の FW ディリエドログバなどを抑えて2007年のアフリカ年間最優秀選手に選出された。ヨーロッパ生まれの選手が同賞を受賞するのは初めてで、ある。2008から09シーズンは中盤戦以降に爆発し、2009年2月から4月にかけて8試合で11得点を決めるとともに、 レアル・バリアド・リード戦では、ハット・トリックを達成した。このシーズンには FW ・ダ・ボール・シケルが保持していた、クラブの外国人最多得点記録を更新した。2009年4月2日、クラブとの契約を2年間延長した。2010から11シーズンは、怪我に悩まされ、チーム事情により、ボランチとしてプレーしたこともあり26試合でわずか4得点にアシストに終わった。 2012年6月29日、中国スーパーリーグの北京国安属級クラブに1年半の契約で移籍した。同年7月18日に FA カップのチンタを中脳属級クラブ戦で移籍後初得点を含む2得点を挙げた。オリンピックリオン在籍時に U-21 フランス代表に選ばれた。2004年に FIFA フフは代表に関する規則を改正し、 両親が生まれた国でも出場できるようになったため、父親の母国であるマリ代表に招集され、同年1月15日のアルジェリアとの親善試合でデビューした。その後すぐに開幕したアフリカネーションズカップ2004に出場し、グループリーグのケニア戦とブルキナファソ戦、準々決勝のギニア戦で計4得点を挙げて、得点王になり、準決勝でモロッコに敗れたが、 ベスト4に躍進した。2007年、アフリカネーションズカップ2008で東後に勝利した後、チームメイトの FW ママディシディベと共に逆恨みした、東後ファンに襲撃される事件があった。アフリカネーションズカップ2010敗退後に、代表引退を表明した。妻との間に3人の子供がいる。20歳頃から、イスラム教を信仰しており、セビージャ FC が、 ユニフォームの胸スポンサーとして、ネットカジノサイトである 888.com と契約した際には、クルアーンの教えに反するとして、スポンサー名が入ったユニフォームの着用を拒否し、一人だけ、スポンサー名なしのユニフォームを着用して、試合に臨んだ。その後、自分が設立した、事前団体に、スポンサー料の一部を寄付させることを条件に、ロゴが隠されていないユニフォームを着用するようになった。 2007年には70万ドル以上の費用を出して、セビージャ市内のモスクを買い取った。2009年1月7日、コパデルレーのデポルティーボラコルーニャ戦で得点後に、ユニフォームをめくり、多数の言語で、パレスチナと書かれた黒色の T シャツを監修に見せ、イスラエルのガザ侵攻への抗議の意を示した。スペインサッカー連盟は、試合中の、いかなる政治的活動も認めていないため、 カヌーテは3000ユーロの罰金を命じられた。ありがとうございます。